皆さんこんにちは。信長の野望新生 with パワーアップキット、今日も続きをやっていきたいと思います。シナリオ天下無事ならずを真田軍でプレイ中です。現在1606年10月ですね。前回ですね、四国の方に攻め込みまして、ほぼ四国統一というところでしょうかね。で、現在ですね、1606年ということなんですが、実はですね、真田昌幸がですね、おそらく1611年頃に亡くなってしまうということだったと思います。そうすると、残された昌幸の時間はですね、およそ5年ということになります。で、5年で全国統一するのはね、ちょっと難しいかなという感じはしてるんですが、できるだけね、正幸で、統一できるようにですね、ちょっと頑張っていこうかなとは思っております。無理ならね、信幸か雪村かで、後を継いで、最後まで頑張っていこうかなとは思っております。そしたらですね、今日も張り切ってやっていきましょう。で、これね、実は前回から少し時間を進めてまして、真田軍ですね、真田昌幸軍の兵がだいぶ回復しております。で、時間を進めながら、内政をやったりとか、弱い勢力ですね、弱い勢力のところに攻め込んだりとか、してたんですけども、この辺りをね、収録外で、制圧できたんじゃなかったかな。はい。で、現在もね、バトルはかなり続いてまして、この青い、丸い、点々があるんですけど、これがね、もう今出陣してる状況の舞台ですね。はい。ちょっとうまくカーソルが合いませんけど、はい。この辺ずっと、今出陣をしてまして、確かね、この鳥取城あたりまで、収録外で撮ったんじゃなかったかなと思います。で、さらに西の方へ、兵を進めているという状況ですね。で、二条城ですね、今真田昌幸の、本拠地である二条城の方からもですね、これから昌幸部隊を出していこうかというふうに思っております。で、あとはね、この辺り、もう結構もう兵今出てる状況かな。あと最後、大阪城、あと有岡からも出そうかな、服部半蔵ね。この辺りを出していって、で、今、狙ってるのが、ここ、岡山城ですね。はい。で、岡山城はですね、これ今、本拠地になってまして、で、今縦マークがついているので、おそらく攻城戦になるんじゃないかと思います。攻城戦になった方が実は有利でですね、攻城戦に勝つと兵糧が60日分だったかな、もらえるっていうのと、あと威風も起こるので周りのお城を寝返らせることができるんですね。なので、できれば攻城戦をやりたいなと思ってます。で、兵力もね、さほどいないので、もう圧倒的な兵力で攻めれば必ず勝てると思うので、ここは浮田家ですかね。浮田はね、強かったのかな？どうだったかな？強い感じですね。でもそんなむちゃくちゃ強い部隊ではないので、問題はないかなと思います。で、ここで岡山を、落として、制圧してですね、その後は、兵糧をちょっと手に入れて、さらに西へ向かおうかなと。で、目標はここ。今、豊臣軍の本拠地ですね。吉田郡山城というお城になりますね。こちらの方も、大きなお城かな。はい。軍も結構満タンだったりしてますね。で、兵力もそれなりにあるのかな。はい。で、こちらもね、こっちは縦幕ついてないのか。ここしかも今、動揺状態なんですね。で、ここに、もう武将がね、100人以上いるんですよ。だから多分ね、ここ落としたら結構な人数が寝返ってくれるんじゃないかと思うんで、
で、ここでもね、甲状腺ができたらいいんですけど、今同様状態ってなってますね、残り83日。で、それが終わったら、どうなんだろうね。守りを固めるのかどうか。その辺はちょっと、時間を進めてみないとわからないんですけど、まあ、できれば甲状腺やりたいという感じですね。で、前回の終了間際で、島津軍が、まあ、兵を出したんですね。で、今結構激しくこの辺戦ってるんですよ。で、ここが今、島津軍がちょっと取ったっぽいですね。はい。でもね、意外と、豊臣軍も頑張ってるかなと思います。いや、島津軍ね、相当強いですからね。武将とかね、いるんで、いい武将とかいるんで、相当強いんで、あれなんですけど、まあまあ頑張ってるみたいですね、豊臣軍もね。はい。で、それと、あと、そうかな、来たる伊達とのバトルに備えてですね、この東側のお城も今、急ピッチで、城の整備をね、やっております。まあ、小田原城あたりもね、かなり今、ね、進んできてますね。本当はね、これ全部キンキラキンにしたいんですけど、まだそこまでは行ってないです。で、今ね、兵が一時的に3万5000とかむちゃくちゃ多くなってるんですけど、これね、今、豊作じゃなかったかなと思います、現状ね。なので、豊作なんで、兵が一時的に増えてるんだと思います、この辺ね。はい。確かですよ、確か。確か豊作になったと思います。で、なんか神社みたいなところをたくさん取ったんで、豊作になりやすかったんじゃなかったかなと思いますね、現在。そしたらですね、こちらの岡山城攻め、やっていきたいと思います。はい、それではですね、今、合戦かというのが出ました。岡山城にたどり着く前にですね、ちょっと合戦になってしまいました。意外とね、援軍来ましたね。まあ、合戦先にやっていきましょう。で、合戦で勝ったら多分甲状腺まで行けるんじゃないかと思いますんで。まあ、兵数、部隊の数、すべてにおいて圧倒的に勝ってますね。まあ、負けることはないですね。あれ、これ誰だ？うわ、長宗壁がいるよ。あ、でも森近の方だね、これ。これだけだね。あとみんな兵はもうしょぼすぎるぐらいしょぼいね。じゃあもうあれだね、一気に軒口叩こうか。これはもう圧倒的に兵勝ってるんで、何も考えずとも勝てそうな感じはするけども、まあ一応命令出しておきましょうか。ご命令はいかに、行くぞ。足を動かせ。できたらもうこの長宗壁軍とはあまり戦いたくないので、いかがしましょう。戦う前に軒口を取れればと思うんですけど、残りの兵はねもう1000とかなんでむちゃくちゃ弱いんで、ちょっとあんまり出過ぎない方がいいかもしれないけど、ここで一回待機しましょうか。ちょっと長宗壁が出てくると厄介なんで、ここでちょっと待機しときましょう。よし、もうちょい行こう。まあここに来てる部隊はねもう1000とかなんで、なんならもう騎馬部隊のあれ、騎馬とか、あと鉄砲です、吹き飛ばしてやったらいいんだと思うんですけど、これやばい。ちょっとこっちが来た。ちょっとやばいな。これちょっと逃げたいけど逃げれるかな、こいつ。歩みを
進めよ。あー大丈夫、逃げれた。よし、出たい。よし、壊滅。これクリシューっぽいですね。我が前方にて押し通る。ちょっと出てくるの厄介なんで一回下がろう。歩みを進めよ。どうしてやつ。よし、撤退。あと一息で過ぎせましょう。よし、壊滅。あ、やべえ、こっち来た。ちょっと一回止まろう。一回止まろう。止まろう、一回。一回止まろう。逃げろ。動くぞ。続け。要所を固めますぞ。もうちょい行こうか。来るかな、こっち。どうだろう。軒口に行けば多分退却するんだと思うんだけど、ちょっとこいつも引こうか。こいつもちょっと引こう。ちょっと引こう。いかがしましょう。動くぞ。続け。いや来るね、ゴンゴン来るね。いやーこんな来る、うん、じゃあこっち側行こうか。敵の退路などひねり潰すぞ。取りやがった。でどっち来る、まっすぐ来る。ちょっと待って、ちょっと待って、もっと逃げようか。ご命令はいかに。まさかやな。ご指示。よし、これで行こう。ちょっと軒口は今行って、あーやっぱり帰りましたね、帰りましたね。そら帰るわな、そら。よし、これで1個潰しましたね。よし、あ、しまった。これではまだ勝たないんだ。ここ取られちゃったから、策の仕掛けどちょっと取り返しましょう。あ、でもこっち側の軒口を取ったらいいんだね。あ、もう大丈夫か、大丈夫だ。 OKOK、まあ、なるべく兵は減らさないように行きたかったんで、まあ、これはこれでいいでしょう。よし、結果は見えておりましたぞ。いい勝利。あ、威風もゴール。何部隊いたっけさっき。我らが大いに掲げよう。あー、ショーだねこれね。ありえねえ。よし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 。なんたることよ。よし。あー、これ残ったな、3万。あと3部隊いる。まあここともやり合うしかないか。まあもうちょい行きましょうか。ちょっと待ってね。これ完全に固めてますね。ちょっと弱めよう。タイミングをうまく。よし、来ましたね。これでやりましょう。相手3部隊。ちょっと待って、もう1部隊いったら、あれ、威風は起こるんだけど、ダメっぽいね。あとこの辺も今攻め込んでますんで、一気に。北の方はまだここに待機中か。もうちょっと前に進むか。あ、そうか。ここをやっつけてから行きましょう。よし、じゃあ、ここ。まあ3部隊なんで、さっきよりも少ないし。まあでも兵力としては結構いるのか。3万。ああでもやっぱさっきは兵力がだいぶ少なかったけど、今回はそれなりに兵がいるんで、ちょっとあんまり兵を減らさないようにいきたいですね。要所はわしらのものぞ。この高台のところに来てくれないかな。まあでも右が誰もいないからね、まあ来ないでしょうね多分。ということはここで待っておりました。どうすっかな。まあ、ここまで行こうか。足を動かせ。
みんな要所を取るぞ。で後発部隊、あ、福島さんじゃないですか。福島さんをどこまで持っていくか。じゃあここにしとこうかな。いざ行かん。そしてあとは徳川部隊はこれも命令出したんです。こいつは、あ、こっちか。そうね、じゃあこれで行きましょうか。もう相手全然動かねえな、これ。あ、やっと動いた。素晴らしい。ちょっと待ってね、こいつこっち来たか。じゃあ、雪村でごめん、取りましょうか。取りましょうかっていうか、強撃を入れられれば入れたい。王将を手に入れる時ぞ。行け。敵陣を割る。この六万戦、メイドの道行きとして敵に触れてやるぞ。そしたらこれで攻撃を入れたいわけですよね。これでね。なんか入ればいいけどね。止まっちゃったな、あそこに。よっしゃ、これで真ん中取りましたね。これで体力回復するんでかなり有利です。こっち側に来てるから、こっち側で待つか。ご命令を下され。これで、あー、行っちゃった。ちょっと待って待って、今俺、うん、命令出したと思うんだけどな。いざ行かん。よし、鉄砲隊行け。鉄砲にて敵を乱さぬ。よし、攻撃入った。あ、ここに固まっちゃダメなんだけど、ここで固まっちゃダメなんだけど、いいか。よし、撤退。よし、こいつをこっちに回そうか。よし、壊滅。そっち行く。ちょっと待って、ここで一回待機。相手の出方を見よう。よし、やつ、あ、よしじゃねえや。あ、こっち来たね。こっち来た、こっち来た。こっち来ましたね。じゃあ、こっちを取り行こう。で、マサイキ行こうか。マサイキでここ行こうか。で、佐竹さんでこっち行こうか。こんな感じで行こうか。あ、こっち来たの？そうか、こっち来たか。じゃあ、これで行きましょうかね。命令を下され、攻め潰してくれよ。まあ、これでいいか。命令を下され。よし、もうちょい行こう。鉄砲の出番ぞ。行け。よし、これで、なんだ、混乱が入りますんで行けますね、こうやってね。これは何としたことか。で、あ、いいね、いい、このまま行こう。よし、やつです。よし、これで、もうちょいかね、もうちょい行こう。あ、今ですと。これもまた回復しよう。この地を使うは今。よし、これで回復、体力も回復したと。準備万端。お、なんて日本語、これ初めて見たんじゃないかな。よっしゃ、強い。ナイスです。よし、あとはじゃあこいつをやっつけるだけなんで、ラヒムでまず混乱入れましょう。で、その後に、雪村でとどめを刺しましょうかね。壊滅させましょう。よし、これで混乱入りの、さらに強撃も入って、もうボコボコだ。あは、一撃だ。
勝利ですね。今は首を取らぬ。東洋。お断りします。ああ、ダメか。残念だが。あの世で待っております。よし。大丈夫？みんな来てる？みんな集まってきてる。よし、じゃあ、その前に6回復してる。この軍道整備っていうのが出てるんで、軍道整備やりたい。上進いたします。あとはいいか。で、5を回復してるので、どこを急ピッチで今してるか、開発してるか。この辺はもういいのか。新婦城はもう満タンやから、国宗城とか、国宗ね。二の輪は？あ、二の輪にしようか、二の輪。美濃は、米問屋、連平所にしようか。あと2残り。ちょっと、金沢城の商業発展とかできればいいけど。ダメだ。250じゃ、もうあんまり価値がない。もうちょい進めよう。よし、これで、岡山城までたどり着けそうですね。お、常備兵士。いけ。あ、金沢城の。戦が始まる。金沢城の施設が完成したという知らせが入ったので、金沢城に施設を入れましょうか。二脱目所かな、もう一個。こちらに。あと3。春日山はどうなんだ？進んでんのか？進んでない。連平所行こうか。早速始めまする。よし、これで、岡山城にたどり着けそうですね。工場戦かってなりましたので、全員集めてからの方がいいかな。よし、これで行こう。これで全員集まった。かな。まあ、兵力はもう圧倒的なんで、これはさすがに、工場戦といえども、勝てるでしょう。あれ？なんだよ、これ。ちょっとですね、今エラーが起きまして、ちょっと途中でデータが消えてしまいまして、で、これオートセーブですかね、オートセーブのやつにちょっと戻っています。何なんだよ、一体。なんか突然エラーとか言ってて、画面がなんか切り替わって、もうゲームの進行ができなくなりましたので、ちょっと戻ってですね、進めていきたいと思います。なんだよ、一体。城攻めを始めるぞ。これ実はさっきやってるんですよね、この合戦。勝ったんですけど。2回目です。もう、なんなんだ、一体。エラーだけはね、ほんと勘弁してほしい。なかなかいい勝利じゃないですか。我が目には結果は見えておりましたぞ。まあ2回目ですからね。でもなんかさっきより兵が減ってるような気がしたな。逃がさる、捕らえたり。お断りします。あの世で待っております。よし、さっき2人捕らえたような気がするんだけど、まあまあ言ってもしょうがない。で、労力が6回復した。で、軍道整備やったんだったか。上進いたします。それとあと何やったんだっけかな。春日山城
二脱目書。よし。あと1。まあ1は残しとこうか。よし、甲状腺までもう少し行きましょう。よし、神奈川城が、開発が終わりましたと。じゃあさらに建てようか。何を建てようか。二脱目所にしようか。こちらに。よし、2余ったけど、まあ、これもちょっと取っとこうかね。早く甲状腺したいんだけど。ではかかるとしよう。よし、さっきこの辺で落ちたんですよね。大丈夫かな。同じタイミングで落ちたりするんだろうか。大丈夫かな。あ、大丈夫っぽいですね。武が全てではないことを見せて差し上げる。まあ、兵力はね、圧倒的に勝ってるんで大丈夫だと思うんですけど、なるべく兵を減らしたくないっていうのがあるんで、まあ、とりあえずこの辺の、あれを潰していきましょうかね。一番近い、信行でこれを潰していきましょう。成田海さん、海さんはどうしますかね。こっち側行きますか。で、大久保さんもこっち側行こうか。こう行ってこいつを敵に打ちかかるぞ。よし、で、佐竹さんは、同じくこっち行こうか。こいつを潰そう。敵を撃退するぞ。で、福島さんは、ここはどうなのか。こいつここ倒した方がいいのかな。いや、ここまで行く必要はないでしょ。味方の兵力回復、兵力回復するのこれ。そうなんだ。策の仕掛けどころぞ。あ、これこっち側から行きたいんだけど、まあこんな感じで行こうかな。よし、あとはフリーで。まあ、よっぽどのことがないとっていうか、まあ、よっぽどのことがあったとしても勝ちは勝ちなんですけど、兵がね、やっぱ結構減るんですよね、この甲状腺にはどうしても。それを極力抑えたい。っていうのはありますよね。よっしゃ、いけ、鉄砲隊。鉄砲隊を前に出せ。よっしゃ、早いです。よし、早い。これで縄文まではもうたどり着けるわけね。縄文までたどり着けるけど、ちょっと手前で止まっとこうか。援軍が来るのを待ちましょう。敵兵を蹴散らすぞ。壊滅。鉄砲の出番だ。鉄砲隊、備えはいいか。あれ、何してんの。そっちが行かなくていいよ。我が軍略、今こそ披露してくれようぞ。何をうろうろしてんだこれ。もう、うん、こっち側に来てくれたらいいから。秋へと向かおうぞ。よし、もうちょい行こう。よし、いいね、早い。ふだけ散れ。福島さん、あの先鋒が出るのが早い、素晴らしい。よし、壊滅。皆もよう戦った。敵に打ちかかるぞ。よし、壊滅。調子いいよ。破壊してない。いや、そっちが行かなくていいよ。よし、破壊オッケー。これで縄文行きましょう。何をするの。ここがね、な、福
2人ぐらい守ってんのかな、これ。もうちょい進めようか。敵を圧しております。よし、破壊。我が策ならば負ける。これでもう行きましょうか。皆の力を振るうのだ。次なる手は。ちょっと信行さんがあんまり旗色が良くなさそうなんで、はい、一旦引かせましょう。皆の者、進むぞ。で、残りの兵をすべてこっちの方に向けようかね。皆の者、これ行こう。進むぞ。よし、ここで混乱入るかな。敵の味方の位置。信行さんがちょっと兵減らしてるな。これは一体何が。よし、壊滅。敵に打ちかかるぞ。なんでそっち行った。攻め立てる。あ、強敵。以前よし、壊滅。これ縄文到達したかな。うろうろ。よし、これ縄文到達した。縄文突破。よっしゃ。あ、これで勝ちじゃないですかね。相手のあれがゼロになりましたんで、舞台が。よっしゃ。これで兵糧をもらえるのか。どうなのかな。よし。あ、威風も起こりますね。これで城も寝返ってくれるかな。どうかな。あ、寝返ってはないのかな。まさか。思いのほか早く。よっしゃ、ナイス。よし、60日もらいましたね。縛り上げなさい。いいですね。お使いいたそう。よし、断られた。こいつは解放しとこうか。感謝いたします。よし、ちょっと待って。よし、もちろん退却はしない。このまま、目指すはここやね。だからここはね、もうここを通っていこうよ。なんでそっちが遠回り行くよ。ここ、うん、こんな感じ。そしてここを行こう。これでもあれか、道が狭いから到達しないかもしれないね。ここどうなんだろう。何部隊かちょっと分けた方がいいのかもしれませんね、これ。こっち側、あーでもな、結局分けたてあれなんだよな。どうなんだろう。ちょっと、あ、士官が出ましたね。これやりましょう。貴殿を主と仰ぎましょう。あ、いいですね。それと、これでこっち側に攻め込めるようになったんで、ちょっと攻め込みましょう。ここに1部隊待機してるんで、そのまま西へ攻める。で、あとこの辺の部隊も出せるんだったら出しましょうか。うん、どこに行く。ここ行こうか。城を取りに行く。あとはここも出せる。ん、ちょっと待って。14,000。もう出そう。いかがしましょう。城を攻める。よし。で、北の方もこれ出せるけどね、一応ね。まあもうちょっとあれしますか。で、これをこっち側に向けよう。敵はよく城を奪おう。で、こいつもこっち側まで行ければ行きたい。城を攻める。で、ここがそうだな、一部隊で大丈夫かな。これ天笠さんだよね、多分ね。あ、一部隊じゃないのか、結構いいんだこれ。
大丈夫かな。であとこっち側もまあまあ大丈夫そうな感じはする。でこっち側やね、ここがね甲状腺になるんですよ。だから甲状腺になるとちょっと無理なんで、このお城の周りをですね、まあ、ちょっと軍を全部制圧して回ろうかなと思います。こいつも出そうか。2000あるのか。ご指示。こいつここを攻めてもらおうか。城攻めですか。よし、もう大丈夫かな。こっち側、ああこれ2万回復してる。28000、これ出そうか。大谷さん再度出陣。目指すはどこ。目指すはまあ一応ここにしとこうか。いやとりあえずここにしとこう。ついてまいれ。あとは1万8000もいける。これも行こう。こいつもとりあえずここにしとこうか。急ぐぞ。よし、これで全部出たかな。ここは、ここもいけるな。もうちょっとでもあれか。こちらあんまり強くないからな、ここ。ここしとこうか、ここね。あれ、こっち側から来る。こっち側から来る。こっち側からのいいの。そうなんだね。面白いね。ここ行こうか。城を奪えば有利になろう。もうちょっとしたらこの辺からも出しましょうかね。ここはいけんのか。これ出そうか。うわ、これ病気かなんかやな。大垣は、大垣行こう。あ、ナルセさん。ここに。わ、ナルセさん忘れてた。これはちょっと痛いな。忘れすぎだよ。ナルセさんを忘れてたっていうのはちょっと痛いね。よし、こんなもんでいいかな。よし、じゃあ行きましょう。こちらの吉田郡山城っていうのかな、吉田郡山城、ここを目指していきましょう。ちょっと遅い。あ、この命、うわー、だいぶなくなったっぽいな、これ。あらー、我が部、あらー、見果てたり。結構優秀な部下がをなくしちゃったな、これ。ちょっと待て。我が軍略の前に敵はなし。ちょっと待て。よし。ちょっと待て。敵将が、ちょっといろいろ出てる。縄をかけよ。これはちょっと逃がしとこうか。藤田さんはちょっとまだ壊滅させる可能性あるからね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ引き続きこっち側行こうか。ここまでだね。ここまで行ければいいかな。で、8もの、ここやろう。東洋。お聞きいただきとし。それと、寝返り士官。よし、いいね。戦働きは任せろ。で、農業開墾、これもやっとこう。始めようぞ。それと名所再建、これもやっとこうか。これ何かな。武将を派遣すると、あ、違う。合戦および甲状腺開始の総士気上昇だっていいじゃないですか、これ。わかりました。よし、で、あと4残り。ちょっと小田原、駿河、この辺はもういけてんのか。二条城もういけてる。じゃあ金沢か。金沢、あ、違うな。春日山、春日山もいけてる。金沢もいけてる。いや、どこもいけてる。じゃあもうこの辺をやろうか。連兵所、とりあえず兵を増やしとこう。賜り申した。よし、これで1になったからいけるかな。17000、もうちょい、もう一息。
もう一息、13,000。ここももう一息だね。もうちょい行こうかね。よし、行こう。あ、また5になった。行くさぞ。陣を整えよ。よし。もうどんどんあれがしていくからどうしようかな。富山城、春日山って今何作ってんの。あ、そっか、さっき作ったの。95日、美濃輪にしようか。美濃輪、何しよう。連兵所にしとこうか。お任せください。あと2、まあ、あとにはもういいか。よし、もうちょい行こう。皆の者、城を攻め取れ。よっしゃ、手柄よ、見事。もうあっちゃこっちゃ。よっしゃ、オッケー。ちょっと待って、これ退却してもいいかもな。退却するか。兵糧はどうなんだろうね。兵糧はまだ106、そのままの足で行ったとして50日。あー、まだ戦えるね。こっち側だとどうなの。70日か。これ結構厳しいね。じゃあやっぱこっちの方がいいか。こっち行こうか。よし、じゃあこっちかこっちか、どっちか。こっち行こうか。こっちにしようか。城を攻める。よし、これで行こう。で、残り3。また士官が出てる。忠節を尽くしますぞ。で、農地解雇もやろう。どんどん出てくる。で、あと2。ちょっと金沢のあれをやりたいんだけど、どうかな。商業、ああ、300か。まあいい、300でやっとこうか。お受けいたす。お金が今いくらあるか。あと農、これもやろう。300、やり遂げてみせましょう。お金はだいぶあるね。よし、収入もだいぶ増えた。ちょっと政策もちょっとやっとこうか。お金だいぶ増えたしね。あー、この常備兵と小荷田隊はもう満タンになりましたね。あと何をやろうかな。これは何だっけ。あー、工場戦か。鉄砲確率上げとこうか。2500。あとこの辺で、あー、そうか。ちょっと待ってください。あれ、評定衆をちょっと考えましょうか。この剣豪心得、これね、あんまり実は使ってないんですよね。この人ちょっと変えよう。佐竹殿。佐竹殿をちょっとやろうか。北条殿もね、ちょっと捨てがたいんだけど、佐竹殿にしよう。お前の喜びにで、これで制作が増えるはず。この、上州なんとかってやつね。これだと、味方、1部隊プラス3。どういうこと？あ、味方の軍勢が多いと、攻撃力っていうか、あの、能力、部隊能力が増えるってやつだよね。これいいじゃないですかね。心得申して。これやろう。よし。よし、これで0になった。もうちょい行こう。ちょっと先は長いよ、これ。よろしいですか。伊達60に達しましたと。まだでも背を向けねばならぬと。よし、金沢。金沢城が二脱名所が2つできたから、もう1個作ろうか。こちらに。よし、
そろそろ兵回復したんじゃないこれ。ねえ、もうこれ出しましょう。はい。大体ここに今待機してるよね。遅れるでないぞ。忘れそうなんだよな、でも。よし、2万貯まった。はい。これは相当強力な部隊が行くよ。遅れるでないぞ。あと11000。これもいけそうだけど、まだちょっと温存しとこうか。よし、もうちょい行こう。お、誰か見つけた。うん、悪くない。精神性お使いします。この恥注いでみせる。あー、結構時間かかってるけど大丈夫かな。よし、7回復した。ちょっと忙しいね。小田原、あ、駿府はどこ。あー、もう少しだね。もうこれ全部やっちゃおう。あと4。あ、ここも自分でやってる。広告寺が空いてる。うん、米問屋あげとく。ちょっと待って、これ委任してるからね。ここはそんなに重要ではない。重要なのか。春日山どうなった。まだやってんのか。あと二条城だね。二条城は自分でしかできないから、どうしようかな。二の間もやってんだよな。新田金山、川越はどうなの。川越、川越やっとこうか。米問屋よし、これでいこう。よし、もうちょい行こう。もうちょいだね。でも結構遠いね。やりました。行動持つかなこれ。どういうふうに行くかやね。こっち側から行って、こう行ってもいいし、ここをこう来てこう行ってもいいし。あー、ここで分かれ道だね。でもここからでも分かれれるんだもんね。じゃあ後の舞台、信行さんと、まあ信行さんだけでいいか。こっちが行こうか。信行さんだけ。白攻めですか。ぐらいでもこっち側行きたいよね。成田さん、成田さんでしょうか。城を奪うぞ。よし、これで行こう。もうちょい行こうか。城を落とした。よっしゃー、これで津山城制圧ですね。あれ、あー、援軍か。びっくりした。援軍か。津山城を取りましたので、そのまま、こっち側に行こうか。城を落とすぞ。今津山城に向かってる兵はいるのかな。城を落とすぞ。これこっち側行ってる。こいつはこっち側行ってる。これこっち側行ってるね。オッケーね。止まってる部隊はいないね。よしよし。で、こっち側が今どうなったかというと、甲状腺、これで軍全部制圧してるんで、多分本来であれば兵減ってるはずなんですよね。ただ、まだ8496いるんで、ちょっとこれでは勝てない。だろうと思います。ちょっとこのまま、様子見ましょう。よし、もうちょい行こうか。あ、めっちゃ来てるよ。ちょっと待って、援軍が来るんだったらやっぱり同じところにいた方が、まとまった方がいいかもね。よっしゃ。行くぞ。よっしゃ。すげえ。敵将軍、縄をかけよ。これでいいのか。
噂を聞くより寛大な方ですね。ちょっと待って、これ結構集まってきたけどな。あんまり、あーでもいいのか、合戦を起こして、やるか。よし、じゃあここにいる部隊をさらに進めましょうか。こいつがこっち側からいるんで、これでもね、こっち側から行けんのかな。そんなに行けないように思うんだよね、これ。まあいいや、行ってもらおう。で、こいつらをこっち側に向けてしまったからやるけど、これこっち側行こうか。城を奪うぞ。これ多分1個あれば勝てるでしょうね、多分。よし、もうちょい行こうか。これ結構集まってきたけどどうなんだろうね。ちょっと待って、やっぱり行き過ぎたらいかん。これこっち側にいよう。動くべき時は今ぞ。これうまく、ちょっと待ってね、ちょっと緩めよう。早いとね、ちょっと行き過ぎなんだよね。ちょっと行き過ぎ、ちょっと一旦歩みを進め、あれしよう。で、ここに何部隊いるか。あれ1部隊2部隊、あ、そう、そんなもんか。あ、そんなもんだったら全然問題ないかな。城を奪えば有利になろう。雪村ここにいる。雪村ここにいるとちょっとまずいよね、それはね。城を落とすぞ。続け。金沢城が終わった。商人町だね。商人町作ろう。こちらに。よし、あと3。春日山は終わらない。箕輪も終わらない。沼田も終わらない。結城も終わらない。あ、やばい、全部終わらない。どこが終わったんだ。小田原か、違う。あれ、どこが終わったんだ。あれ、二条城も終わらない。もういいか、もういいか、もうちょい行こうか。これ制圧中で行っちゃっていいのかね、これ。我が軍略の前に敵はなし。合戦出たね、合戦出たけど相手3だよね。もう1部隊いればね、これもう1部隊いれば、3、あと1部隊あそこいるよね。城を落としたぞ。あー、ちょっと、ちょっと待って、これでまた3回を、なんでだ。これここに2部隊でしょ。ここに、なんでもう1部隊いるじゃん、ここに。これでいいかな。うわ、ダメだ、もうダメ。さっきどこ落とした、これ落としたんだっけ。これ落としたら今度はこいつ、ここ行こうか。城を奪ってみせます。いや、ちょっと待って、これちょっと待って、兵糧はもうないから一回待機しよう。あ、待機じゃない、退却しよう。で、こっち側は、今どうなってるかというと、あー、兵糧がなくなってきた。なかなか減らないね、これ。どうしようかしら。援軍を出すしかないね。ここ出そうか。兵糧がなくなっちゃった。城を我らのものとする。よし、じゃあ合戦やりましょう。まあ、ちょっと3部隊しかいないんで、
まあ、あんまり強くないと思うんですけど、気風も起こらないんで、策を浪するまでもなく勝ってみせましょう。この1万1000が強いね。あ、とりあえずここでいいか。こちらに。で、ここで待ち伏せしましょう。待っておりました。お越しを願います。で、これはまあここでいいか。あの要所を制する。で、これは、あ、ここがちょっとポイントだね。あの要所へ、ね、ここ進め。地の利を抑えるのじゃ。まあここでいいか。要所を手に入れる。続け。で、マサイケもまだ2万以上、2万、3万近くいるんで、まだ安泰だね。もう進めるぞ。こいつこっち来たね。どうしようかしら。これで最後を取ろうか。もうちょい行こうかね。軒口があそこと一箇所だけか。軒口は互いに譲らぬ戦です。あれ、向こう行ったな。そうか、まあいいや。よし、やつこれ制圧できたので、こっち側から追っかける感じで行こうかね。で、こいつが来てるな。これ結構脅威だね。うん、ここでなんとかうまいこと。いざ行かん。背後を取れないか。要所を手に入れん。お越しを願いまする。3万以上いるから、ね。3万6000もいるからね。こっちを切れん。これはそこでは負けないよ。敵陣を破ろうぞ。我が前に立ち下がる者らよ。砕け散れ。進軍じゃ。行くぞ。お指図を。逃げたな。動くべき時は今ぞ。うん。よし、これ競技入れば最高だけど。奪われてはならぬ。今ですぞ。体力は誰も減ってないんじゃないけど。まあ、場を生かすが上策か。よし。あいつ逃げたな。あれ帰ってきた。まだ何なんだ一体。敵に痛手を当てる。これまだ帰ってきたから、ちょっと、はい、動くべき時は今ぞ。ご命令を下され。蹴散らしてくれる。試される時ぞ。あれこそは透明者は続け。我が策ならば負ける。これで皆も力を振るうのだ。帰ろうか。どうかご命令を。で、こいつが来れば強撃完成と。で、ここはもうやっつけたのかね。やっつけたっぽいね。よし、やっ素晴らしい。じゃあ軒口に行きますかね。軒口に一人守りの部隊がいるんで、あれをなんとかしないといけないね。ご命令待っておりました。ね、ラヒムさんで混乱入れたいんで、こっち側から行きましょうかね。敵の退路が狙い目。よし、ナイスです。みな、我が手のひらの上で踊るがよ。これでこんな入ったね。かかりました。お、なんか出たよ。我が先方にて崩れるがいい。あれ、こいつこっち来たね。一応願います。狙うは敵の軒口を。敵が軒口を攻める。これで競技入るね。おっしゃ、入った。かかりました。よしよし、これで混乱も入るし、攻撃も入るぞ。いいよ。これは何たることか。雪村のあのあれも入ったらいいんだけど。さすがに雪村はまだ入らんか。勝敗を決めてやりましょう。確かにね。皆もよう戦った。
滅ぞ。よし壊滅。打ち破ったよ。やりました。これで甲状腺がうまくできればいいんだが、どうでしょうね。よし。今は首を取らぬ。貴殿には使えられるな。いや、もういいです。ここで果てようとは。残念。これね、甲状腺に雪村が参加できてないんだよね。これ結構痛いんだよね。城攻めですか。心せねば。これで行きたいんだけど、どうなんだろうね。あの城を奪いに行く。よし、あと5残った。春日山、あとは駿府城、あ、ここ小田原城とか。377、これちょっと一回やめましょう。ちょっと私自分でやりたい。米問屋にしましょうかね。やってみせましょう。よし。で、あと1残ったから、金沢の小倉川をあげようか。ご命令とあらま。あ、あとこっち側だね。あ、まだでも到着してないんだ。まだ到着してないからいいか。よし、じゃあもう少しで到着します。よろしいですか。ではかかるとしよう。あー、こいつダメだな。あー、今雪村行った。どこなんだ雪村。やばい、これでいけんのか。あれ、甲状腺準備で、なんで甲状腺にならないの。あ、これ甲状腺になった。なったっぽいね。じゃあこれで再開しましょう。雪村がいるかどうか分かんないぞこれ。まあでもヘイスがもうだいぶ立ってるから大丈夫だとは思うんだけど。我が先に味方を勝ちへと導かん。かなり弱っちい舞台やなこれ。ご命令を下され。結果的に失敗してるよね。わ、しかもここはこれ全員で行かないといけないね。結構つらいぞこれ。鉄砲がここにあるんだよね。これ結構幅広いからね。我が武略をもって万全の敵を打ち払う。これでもここしかないんだよな。ここ行けないもんね。もう一本道だね全部。いざ。ちょっと待って、下がろうか。この戦場に示さん。光力さん、ちょっと下がろう。いかがしましょう。行くぞ皆の者。下がって光力さん。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。敵も味方もいたし、皆我が手のひらの上で行う。よし、こんなことした。これは一体何が。これでちょっと正幸も下がろうか。次なる手はいかに。一旦兵らよ下がろう。もう進めるぞ。よし、壊滅。よし、破壊、行け。そのまま行け。よし、これで光力さんはだいぶ回復したんで行きましょう。行くぞ。これもう完全に一本道だよこれ。我が武略を持って
兵力減少とかなってるけど、めちゃくちゃ嫌やなこれ。この戦を制してみせよう。大丈夫かな。歩みを進めよ。よし、じゃあ正行はここまで行っとこうか。兵力減少ってどういうことなんだこれ。よし、これでちょっとだいぶやばいから逃げよう。ご命令をいただきたく。その代わりに大久保さんを行こう。はは、進軍じゃ。よし、行くぞ。よし、やばい、早いね。火が熟した。早い。我が先鋒、今こそ受けるがいい。コフリキさん、またこれ命令をください。やばいから。よし、ちょっともうちょっと行こうか。服部半蔵のあれが出たよ。いいんだよ。あ、いいね。下がるものらよ、ふざけ散れ。いい、いい。服部半蔵も出してほしいんだけど、まだかな。容赦壊滅。おお、視界滅。おお、視界滅。ちょっと待って、服部半蔵のあれが出ないね。もうちょい行こうか。よし、ここでちょっと福島さんは一旦引こうか。命令を下され。これで服部半蔵出るんだ。あー、出ましたね、服部半蔵出ました。この二分蔵と共にあるは足りいいよ、さすが。次はおらぬか。もうちょいだ、頑張れ。この軍略でもって決めてくれよ。互いに譲らぬ戦です。よし、ちょっと半蔵さん、ここに回復しよう。行くぞ。で、足を動かせ。光力さんで行こうか。敵を攻撃する。もうちょいやけどな。あ、制圧した。いけた。いや、雪村がいなかったからあれだったけど、まあ、なんとかなりました。ただね、これ雪村がいなかったってことは多分兵糧回復してないんじゃないかな。それが一番困るんだけどな。よし、これで威風も起こるんで、まあいいよ。おい、もう豊臣軍これ終わりだね。これなんたることぞ。これ結構今痛手じゃない。これは結構痛手じゃない。池乗りとしたぞ。すげえいる、石田三成がいる。秘伝にお使いします。いや、石田三成残念だけど。よろしいですか。いや、もういいわ。石田三成残念ですが、うん、悔いはありません。残念。拾った命。うわ、秀頼。無駄にはせん。秀頼は切れなかった。よし。ちょっと士官が出てる。さっき最初にやっとこう。これもう忘れるんでね。お！超底辺森地か。来たよ、キラキラ戦法来たよ。お使いしよう。いいよ。あー、でも組頭か。寝返り士官。貴殿を主と仰ぎましょう。寝返り士官。労力が2足りません。おっしゃ、これもう豊臣軍もう無理だぜ。これはっきり言ってここまで行っちゃう。いや、
これはね、一旦出直した方がいいね。これ、なんかのろし上がってるけど大丈夫？こっちに攻めてこないことを祈るよ、俺は。よし、じゃあ一旦退却しましょう、ここは。策の仕掛けどころぞ。で、こっち側に今来てるんで、ここはね、そのまま、攻め上がりましょう。兵糧が持つ限り行きましょう。で、こっち側はまだいいかな。ここは、ここに攻め込んでるんで、ここはいいでしょう、このままで。うん、いいと思うよ。で、あとここやね。ここが、兵糧が今なくなったんで、あれだね。あと6900？もうちょっと粘ってみようか。で、問題は、島津軍だね。大丈夫かな、島津軍。あ、こっちが来てるんか。ちょっと待って、こっちが来てるわ。来てるから、ちょっと、一旦、ここで待機。これが、帰らないと無理だね。こっち側だね。こっち側に一部隊送ろうか。信行さんと甲斐さん。兵糧が多い人がいいね。108、福島さんが多いね。服部半蔵とね。この部隊、2部隊を送ろう、ここに。で、そこで、あ、ん？ちょっと逃げたね、今ね。逃げましたね。逃げたんで、いや、ちょっと一旦退却しよう。あれ、島津が攻めてきたら非常に困るんで。次なる手はいかに。退却まで頑張って。よし、退却した。 OK。 で、あ、島津軍行ったね。どこ行った？豊臣軍に行きましたね、島津。これはもうちょっと豊臣やばいんじゃないかな。ちょっと待って、豊臣これもう滅びるぞ。ここ中村城取っとこうか。そっちの方がいいかもね、ひょっとしたら。そうだね。ここあと2つ残ってるけど、もう多分後ろから来てるやつで勝っちゃうもんね。じゃあ次はもう島津だな。島津との戦いが始まりそうやね。よし。で、こっちの私のこのもう伊達との戦いを今見据えてるんで、府中城、あ、違う違う、小田城、伊吹城。小田城はこんなとこあんまり強くないもんね。ここは、ああ今こんな感じか。ここをちょっとあれしようか。276。ちょっとここをもう少し発展させようか。連兵所行こう。こちらに。これ軍開発でも全部終わってんだっけ。あ、全部終わってんだね。で、兵があれだね。で、二脱目将はレベル2までいってるから、まあいいか。よし、名所再建が出てる。これをやろうか。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、これ人員配置してからの方がいいな。ちょっと人員配置もやりたいんで、これはちょっと後でやろう。よし。そしたらですね、もうね、多分この浮田軍はもう時間の問題ですね。それとね、豊臣軍がね、さっき私が本拠地を落としたんですけど、もうそれでですね、かなりもう弱体化しまして、でさらにね、今島津軍から攻められてるんですよね。なのでもう持たないと思います
なので、もう次はね、島津軍との、まあ、戦いに入っていくのかな、九州決戦に入っていくのかなと思いますね。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。